FC 琉球の予想フォーメーション 4-4-2 を予想しています。ゴールキーパー田口、ディフェンス右から大本、リオンジ、岡崎、福村、ツーボランチは竹澤、富所、右サイドハーフに中野、そして左には池田、ツートップ清武と草野です。続いてアウェー栃木 SC の予想フォーメーションを見ていきましょう。 3-4-2-1 を予想しています。ゴールキーパー1番の川田、ディフェンス3バック右から鈴木、カルロス、グティエレス、大森、ツーボランチには佐藤、八千田、そして右のウィングには黒崎、左のウィングに福森、そしてツーシャドウには山本、松岡、ワントップは矢野希少です。16番のカルロス・グティエレス、中央をつけて前を向いて剥がしました。4対3の状況を作った。右、注目の中野に出る。左、木の中野カットインしてシュート。川田の集中力、今はファールになりましたけれども、チームとしての意思統一はできています。グッとプレッシャーをかけに来る琉球は剥がしたいところ。いいボール入りましたね。前の草野から右、大本、中野、そして奥には草野、清武と待っています。左利きの中野から池田に出る。池田へのボール折り返して決まった。草野、5試合連続、ホーム初勝利に向けて先制点は FC 琉球。前半13分、非常にいい攻撃でしたね、琉球の方は。はい、まあ、このクロスも見事でしたし、こう最後草野選手も来ると信じてよく詰めてましたよね。はい、琉球奪い返す栃木陣営、清武、中には草野、清武折り返す、もう一つ行く、清武のシュート。一人で行きました清武幸喜。縦一本、この走り出しがある。中矢野希少も待っている。奥のサイド松岡もいる。松岡だ。最後は松岡でした。いや、惜しかったですね。ただコーナーキックですね。インサイドですよね。インサイド、黒崎選手の背後への飛び出しからですね。前を向いた推進力がある。後ろからのスライディング刈り取って中野のシュート。いや、中野選手いい守備からですよね。中野選手がボールを奪ってそこから自分でこう狙っていきましたよね。はい、山本がコントロールして福森呼んでいますが、切り返す、まだ行く、八千田下げる、無理やり強引にクロスを上げていきましたがタッチ割っていません。八千田のクロス、奥のサイド、矢野希少でした。グラウンダーフリーで受けた佐藤翔、ブロックは沼田でした。ただここしっかりインターセプト、池田も上がってきている。草野のクロスに池田のヘディング、わずかに外れましたが、泥臭くヘディングでシュートを狙いに行きました。8番の池田蓮、よくそこまで入っていきましたよね。池田選手、長い距離走りましたね。うまく裏をかいていく池田のワンタッチ、竹澤上がっている。池田のクロスに上原のボレー。この身体能力が上原にはあります。いい流れの攻撃でしたね、琉球。トカチ、それから西矢がボールを供給しに行きますが、トカチです。下げて西矢、キャプテンの選手、クロスが入る、奥、
絶対に負けられない、そう話した時崎監督。川田も上がってきました。副キャプテン189センチ、思いを乗せたボール、ここで試合終了のホイッスル。ホーム FC 琉球、今季ホーム初勝利となりました。総力で攻めた栃木の厚みのある攻撃を幾度となく弾き返しました。